話し方向上委員会みのチャンネルでございます。今日のテーマは顔色を伺ってしまう人の対策法、アダルトチルドレン改善策をお届けいたします。当スクールは伝わる話し方実践スクールということで、全国でね、いろんなセミナーや研修を開催させていただいてるんですけれども、受講生の方からは職場でね、人の顔色を伺ってしまってなかなか言いたいことが言えないんですとか、いつも飲み込んでしまうんですとか、ノーと言えないんですって、こんなね声をよくいただくんです。また会議なんかでもやっぱり言いたいことはあるんだけど、こんなこと言ったらちょっとこうね、否定されてしまうかなとか、何か場違いかもしれないなと思って周りの目を気にしてしまって言いたいことが言えなくなったり、対面なんかでもそうですよ。初めましての方なんかもどこまで言っていいかわからないですからね、こんなこと言ったら怒られるかもしれないとか嫌われるかもしれないということでね、ちょっと無口になってしまうとか、思わず周りの目とか相手の目を気にしすぎて言いたいことが言えなくなる、こんな声よくいただくんです。相手の顔色を伺うっていうのはね、それは感受性が高いということですし、全く顔色を伺えずに言いたいことだけ言ってたらコミュニケーションになりませんので、非常に顔色を伺えるってこと自体はすごく素晴らしいことだと思うんです。ただそれが過度に行き過ぎると言いたいことが全く言えなくなったり、自分の中でもこうストレスがずっと溜まっていくわけですよね。なのでそれが日常生活に支障が出てる場合、これはもしかすると今日のテーマなんです。アダルトチルドレンということが関係してるかもしれませんよ。アダルトチルドレンってどうでしょうかね、聞いたことありますでしょうか。これ簡単に説明すると、子供の頃親との関係性で負った何か心的外傷、まあ要するに心の傷ですね、これを負い、それが現在の人格形成にまで影響している、このことを言います。例えば子供の頃ね、親がアル中だったと、お酒を飲み出すともう酔っ払ってもう暴れまくると怖いですよね。そうすると、あ、怒られないようにしなきゃと思っていつもビクビクしていなきゃいけないと、ずっと不安ですよね。または暴力を振られる、これも怖いですよね。だからなんか余計なこと言っちゃうと怒られるかもしれないから言わないにしておこうとかってあるかもしれないし、逆に言うと全く放置されてたとか、やっぱり子供の構ってほしいですよね。ねえねえ見て見てって言ってるのもずっと無視されてるとかってなると、愛情を感じると不安になるわけで、そうするとだんだんと迎合しようとして、よく取り繕って見せようとして、いいことしなきゃとかね、褒められることしなきゃとか言って、もう顔色ばっかり伺うようになってしまう。まあ今例題いくつか挙げましたけど、まあそこまでではなかったとしても、構ってもらえない記憶があって寂しかったなとかね、何かトラウマがあるなとか、もっと言えば厳しくしつけられたのでいつも正しいこと言わなきゃいけないっていう記憶がなんとなくあるなとか、まあそういった子供の頃の記憶がね、大人になっても影響し続けて人格形成に影響しているということでございます。アダルトチルドレンっていうのは DSM-5 で出てくるような、まあ、不安障害とか消極性障害みたいな、まあ、医学的診断名ではないんですね。まあ、よく最近 HSP なんて聞くと思うんですけども、ああいうのと一緒で、まあ、気質とか状態のことを言うので、診断名とかそういうことではないんですけれども、その気質が伸び伸びと自分らしくコミュニケーションが取れない、大人になってからもなかなか言いたいことが言えない、そういうことに影響している可能性もあるので、ぜひ今日の動画はですね、会社でも、まあ、言いたいことあるんだけど、ちょっとやめてしまうときあるなとかね、会議でもなかなか発言するの苦手だなとか、人前で正直に喋るの苦手だなっていう方はですね、ぜひ参考にしていただければと思います。さあ今日はですね、アダルトチルドレンから人の顔色を伺ってしまう、どうしたらいいのっていうのね、具体的な実践策をお届けしていきたいと思うんですけども、アダルトチルドレンといえば生みの親クラウディア・ブラックさんっていう方がいらっしゃいます。この方がね、この言葉の概念を生み出したっていうね、言われてます。心理学者の方ですね。クラウディアさんがおっしゃるアダルトチルドレンを回復していく4つのステップっていうのがあるんです。これをちょっとざっとご説明させていただきます。まずステップ1、過去の喪失を探る。過去どんなことがあったのかなっていうのをまず探っていこうということなんです。しかもその探るっていうのは、安心できる自助グループとかで同じ経験したような方の集まりとか、もしくは安心して話せる相手、お友達とか信頼できる方でいいんですけれども、そういった安心できる場で少しこういう経験があったなとかね、子供の頃こういうことがあったなっていうことをお話をしてみると、まずは何があったのかなっていうことを明らかにしていく、アウトプットしていくっていうのが、これステップ1になります。子供の頃の出来事っていうのは今起こってるわけじゃないですね。大人になって今目の前でリアルに起こってるわけではない。でも子供の頃の経験が引き金となって今も不安を感じるということは、今起こってることじゃないよと。安心して話せる場で同じような体験している方がいらっしゃったら話しやすかったりするじゃないですか。だから明らかにすることによって、今起こってることではないという、あ、そういうことがあったんだということで、あ、大丈夫、今怖がる必要はないよねという安心を手に入れていく。そのためには安心できる場で実態を明らかにしていく、こんなことありました、こんなことありましたっていうのをね、吐露してみるという、このがステップ1になります。そしてステップ2、過去と現在をつなげる。過去が現在の自分にどう影響を与えるのか、これを確認するっていうのがステップ2になります。ああ、そうか、
親からね厳しく育てられて意見を言うといつも怒られたっていう経験があるから、今でも何か意見を言うと怒られるっていうのが自動思考としてあって、だから言うのをやめようとしてるんだなっていうね、過去の自分がどんな影響を与えるかまず確認していこうと。何か言おうやめよう言おうやめよう、もうこれ条件反射的に もしかしたら癖になっちゃってるだけかもしれない。あ、だからこれ癖として累積してきた自分の習慣行動なんだなということをまずは確認をしていきましょう。過去と現在をつなげるっていうのがステップ2です。で、ステップ3番、取り込んだ信念に挑む。これは何かというと、過去染みついた考えから新しい信念にチャレンジしてみようということなんです。どういうことかといえば、例えば私は何々しなければならないともうずっと思っていた、いい子でいなければならないとか、正解を言わなければいけないとか、逆に言うとこういうことはしてはならないということを小さい頃からずっと思い抱えて現在まで生きてきた。これが過去の信念だったと。じゃあ新しい信念にもまたチャレンジしてみようってことなんですよ。例えば何々するかしないかはもう自分で決めていいんだ、顔色を伺うと言っても全員に特に好かれる必要はないんだと。仮にですけどもね、この方とこの方にはやっぱりお世話になってるからね、私も好かれたいなってあるかもしれないけど、別によく考えたら全員に好かれる人ってないんじゃないのかなとかね、今までにない信念だったな、こういう新しい信念にチャレンジをしてみるという、これがステップ3です。そして最後、ステップ4、新しいスキルを学ぶ。目指すべき信念が分かったとしたならば、それを実現するためのスキルを得ていく。例えば伝え方を学ぶとか、言いたいことが言えないということであれば言えるような伝え方を学ぶ。これがアサーティブコミュニケーションとかよく出てきますけれどもね、相手のことを尊重しながら自分の主張をするとか、そういう練習とか、あと会話の練習とか、例えば新しいサークルに参加してみて、で知らない人とちょっと喋ってみて、ここまで言っても意外と大丈夫だなとか、こういったコミュニケーションのスキルを学んでいくとかね、もうプレゼンスキルを学んで人前でも喋れるようになるとかでもいいんですけども、そういったまあ新しいスキルを学んでいく、この4つのステップを通じてアダルトチルドレンを回復していこうというのがクラウディア・ブラックさんの4つのステップということです。我々のスクールでも最も大切にしていることがあって、まあ、これが今日の結論になるんですけれども、アダルトチルドレンを克服していこうという場合、まずはこれから言っていきましょうと。これは何かというと安心ということです。ステップ1になりますよね。先ほど安心して話せる場って言いましたけれども、まずは体の中に安心っていうことをちゃんと与えていくプロセス、これが一番大事だということなんですよ。そんな過去のことなのにくよくしたってしょうがないじゃんとか、考えたってしょうがないじゃんとかね、あなたはあなたの人生よって言われても、うんって思いますけど、そんなすぐ治らないと思いません？だって小さい頃ね、不安を抱えたと。例えば暗闇に入ってね、真っ暗で見えない。これ不安ですよ。だから伺うに決まってますよ。これ大丈夫かなと。あ、ここコンコンって、あ、大丈夫かなって。それ伺うに決まって。それはなぜかというと、もう不安っていうことが根底にあるからです。だから不安を取り除けって言ったって、そんなに簡単には無理ですよねと。不安を無理に取り除くんではなくて、安心できる機会を増やしていきましょう。っていうのが僕らがよく伝えてることなんです。例えばですよ、会社に行くたびにドキドキして、あれを言ったら怒られそうだし、やっぱ実際に怒られたし、この場でも発言したらまたなんか怒られたし、会社に行くたびにドキドキしてるっていうんであれば、ずっと不安なわけです。であれば安心できる場に変えませんって提案します。不安なんか感じるんじゃないとかね、そうはいかないですよね。会社だっていろいろ見たらありますよ。本当にほがらかに優しい人たちがいっぱいいる会社だっていっぱいあるわけで、であれば日常生活にね支障が出てるんであれば、無理せずに場を変えてみて、まずは不安を取り除くのではなくて安心を積み重ねていくことを優先します。そういう場に移りませんかってことも提案します。とは言ってもね、いやそんなにすぐ会社辞めれないんですとかもあるかもしれないので、その場合は会社ではもしかすると不安かもしれないけれども、新しい取り組みとかサークルとかコミュニティとか我々のセミナーとかでもいいんですけれども、安心して喋れる場に参加してみて安心を蓄積していきましょうっていうことをよくお伝えします。我々のセミナーであれば、こう発言したからって怒られるなんてことはないですよ。まあ上司も何もいませんからね、言っても安心だなと。そして何か発言したらフィードバックももらえる。あ、いいなという、この安心を積み重ねていくということ。弊社のセミナーじゃなくてもいいんですけども、好きな趣味とかのコミュニティあったりしません？そこだったらなんか好きな人同士で安心して喋れそうじゃないですか。まずはそういう安心して喋れたという経験を植えていかなければいけない。過去ね、それだけ大変な不安を思ったんであれば、こっちをね、上回るぐらい積み重ねていく必要があると。これをドーンと消すのって難しいんですよねと。なんで安心を手に入れていきましょうということ。例えば会議に参加して、いやなかなか発言するの苦手なんだよなという方は、会議に参加する前にあらかじめ自分の主張を決めてから会議に臨みませんか？丸腰で挑むより発言しやすいと思いません？安心して喋れると思うんですよ。当日思ったことフリートークで喋れって言われたら不安で喋れないかもしれないけど、あらかじめ設計しておけばいつもよりは安心して喋れますよねと
あと普段の会話でも基本的に周りに私は合わせるタイプなんですけれども、これだけは譲れない点っていうのを先に決めておくと。例えば休憩時間だけは私好きなことをさせてください、もうその件になったら私言っちゃいますよということで、あらかじめ決めておくわけですよ。そうするといざそういうことになった時にね、どういうような時になるのか分かりませんけど、そういう話になった時に、いや私すいません昼時間だけは好きなことをさせていただきたいんですって言いやすいじゃないですか。もう決めてるわけなので、そういう風にして準備をして安心できる会話をできるチャンスをね、積み重ねていくということです。さあ今日はですね、顔色を伺ってしまう人の対策方法ということで、アダルトチルドレンとね、関係性と、まあ、実践方法ということでお伝えしましたけれども、繰り返しになりますが、やっぱりね、大前提、安心を体の中に味合わせてあげるというこの感覚なんですよ。安心できる時間が増えると、心にゆとりもできるんです。心にゆとりができると、新たな思想にチャレンジする余白ができるんです。この時点でようやく、そうか。自分の人生は生きていいんだなとか、私が好きだと思う人だけ好かれればいいなと、もう全員100人好かれる必要は全然ないんだ、申し訳ないけどこの方には言いたいこと言おうとかね、そういうフェーズになって行動がまた増してくるっていうね。そうやって日々ね、一歩ずつ新しいことにチャレンジをしたり、自分を成長させると、毎日過去最高の自分を更新していくというような、この積み上げをねちょっとずつやることによって、自信を持って意見が言える、そんな会話とコミュニケーションを磨いていただきたいと思います。そういった伝わる話し方セミナーとコミュニケーションのセミナー、弊社だと月150本全国で開催してますので、ぜひ概要欄チェックしてみてください。きっと気になるセミナーが発見できると思います。ぜひ皆さんのエントリーもお待ちしております。それではまたお会いしましょう。では。